はい、ミスター吉田のクラブは打たなきゃわかりませんということで、またもや PXG ブラックオプスシリーズのフェアウェイとユーティートを今日はご紹介していきたいと思います。お願いします。形はそんなにユーティーとかは変わってる感じはないんですけど、フェアウェイは若干フェースの高さが変わったなっていう感じなんですよ。ユーティーも若干厚くなったかなくらいで、上から見た感じのヘッドはヘッド形状はそんなに変わりません。でもツヤありになっただけで印象がだいぶ違います。はい、 MB フェアウェイ 75X です。はい、5マウントです。純正じゃないです。はい、いいんですよ PXG のフェアウェイウッド UT って。何気に前からいきます。あー、すんごいミスショットしたけど、こんなもんす。めちゃめちゃ先っぽ、ちょっと大きめのフック、ちょっと大きめのスライス、本当に極端に優しい、極端に、難しい、そういうクラブでは決してないです。ただ今回言えることは、ボールがめちゃくちゃ簡単に上がるようになったっていうことが言えます。で、プラス汎用性が、完成モーメントも高くなってるので汎用性も上がってます、はい、で僕がやっぱりこの感じること、打ち出し角が高くなったことによって、ちゃんとグリーンを上から攻められるっていうことが言えるフェアウェイウッドになってくれたんじゃないのかなというふうに思います。やっぱどうしても PXG のフェアウェイウッドってチタンの素材ではなかったので、今までってこううちで扱ってる、ジクラブ系のヘッドっていうのはフェース面がチタンなんで、チタンってボールがポンって上に上がってくれるんですね。フェース面が柔らかくて乗ってくれるんで、同じロフトでもボールがやっぱちょっと上がりやすい、はい、で、かつやっぱり余剰重量が多いので、その分、ウェイトを好きなところに配置できる、だからこそ打ち出しを高くしたりとかっていうのができたんですけど、このヘッドになってめちゃくちゃ簡単にボールが上がるようになった、はい、っていうことが言えます。なのでボールをきちんと上げて上から攻められるのと、見ての通り本当にコントロールがしやすいヘッドなので、意図してボールを操りやすいということが言えると思います。はい、次ユーティリティです。ハイブリッドで特筆すべきは、今までの PXG0311XF というモデル、ジェネレーション6までですけど、 XF までは、下の番手があったんですけど、今回無印の方、要はツアープレイヤーとか、選手がツアーの試合に出ていくような選手が好むこの小ぶりの小ぶりの顔です。小ぶりの方のモデルでロフトが7番 UT 31度まで発売になったというのが一番大きいのかなと。やはり優しいユーティリティというか、上がって止まるユーティで、このちょっと小ぶりのツアーっぽいヘッドってなかったんですよ。もう、はい7番ですって言うとバコって左向いて、もういかにももうパンって打った瞬間にもう斜め左45度にビューンって飛んできそうなぐらいの、
はい、UT しかなかったんですけど、もしくはもうどうやったってフックしか出ませんみたいな、はい、UT しかなかったんですが、この小ぶりな顔で7番まで作ってくれたっていうことが非常に大きいかなというふうに思ってます。なので選択肢が増えることによって、まあ、アイアンが減らせる。特に PXG なんかはもう1本単位で変えるので、それこそアイアンを8番からとかっていう時代がもう来てしまったのかなというふうに思います。もうそのうち全部 UT でウェッジだけになるんじゃないかなというのも僕はありなんじゃないかなっていうふうな気はしてます。 A 級シード選手は、はい、あの男子の、ね、障害獲得賞金2位の A 級シード選手ですね、25勝してる人はいらなくないアイアンってって言ってました、はい、いいじゃんもう全部 UT でって言ってました、はい、はい、お願いします。音がおとなしい。音がしない、そんなにカチンっていうのがないんですよね。前回までのユーティーは結構カチンって音がしてたんですけど、今回のブラックオプスに関しては音がそんなにしないですね。これもコントロールすごい簡単にできるな。フック打ったりスライス打ったり、ちょっとフェード打ちます。コントロールが簡単。まあちょっと僕もゴルフかじってたもんでちょっと今度ドロー行きます。うまいんじゃないの俺でも本当にいいなこれ。へー、総じて今までより飛ぶ。前のユーティーよりもやっぱり5飛ぶ。キャリー190ぐらいだったけどやっぱり5ヤードぐらい飛ぶかな。飛ばそうと思うと200キャリーいくもんな。飛びゃいいってもんじゃないクラブではあるんですけど、5ヤード飛んでくれるとすごく楽なクラブでもあるんですよ。これが10とか15飛んじゃうと大問題。もう下と開いちゃうし、はい、あれアイアンと開いちゃったからもう一本入れなきゃいけないのかなみたいになるんですけど、でも高さがちゃんと出てくれて5ヤード飛んでくれればめちゃくちゃUTとしては優秀ですね。はい、今回 PXG ブラックオプスシリーズ打たせていただきました。いやびっくりしました。特にドライバーこんなに、まあまあ今までが遅れすぎてたってのあるんですよ正直。もう2個ぐらい遅れてたのが3段飛びして肩並べたぐらいな感じです今まさに、はい、で反発係数は相変わらずそのままなのでこれ以上飛ばすって正直難しいんですよ、はい、ちょっとこう足りなかったピースそこもう一個ポンっていけるかなっていうスーパー低スピン系みたいなドライバーになってるので、あまりにもスピン量がめちゃくちゃ多くて悩んでるとか吹き上がっちゃってどうしようもないんだよねっていう人がこのドライバー使ったら人生最大飛距離出ました。絶対に全部がいいなんてことはありえません、はい、一長一短絶対あります。ただしスピン量で悩んでた、まあ、特に今度フェアウェイ UT に関してはボール浮かないで、はい、悩んでたなんて方は球浮くようになってるんでこっちは逆に、はい、
そうするとちゃんと簡単に浮かせられるし、球も飛ばせるようになってるし、逆に言うと大手では珍しくちゃんとこうやってウェイト3つついてるんで、重心距離伸ばしたり短くしたり、重心を浅くしたり深くしたり、これもできるので、はい、よりパーソナライズしやすいラインナップになってるのかなというふうに思います。 PXG ブラックオプスシリーズ、皆さんぜひ打ってみてください。ありがとうございました。